どうも、こんばんは、NM です。今回は魔界ウォーズ、ついにリリースされまして、2日ぐらい、経ったんですかね。金曜日にリリースされて、今日曜日なので、まあ、大体2日ぐらい、経ちました。まあ、ちょくちょくやってるんですけども、僕はリセマラで、ラハールを当てて、始めました。あのディスガイアシリーズは、今5音まで出てるんで 1,2,3,4 まだ半分ぐらいしかやってないのか分かんない、ちょっと忘れたんですけども、5は先日 PS4 のフリープレイで配信されましたので一応ダウンロードして、まだやってない状況なんですが、やはりですね、その初代にすごい思い入れがあるということで、PSP でね僕やってまして、小学生か中学生1年ぐらいかな時にやってて、すっごいね思い入れがあるんですよ。でまあそのせいもあって、ラハールで始めて、まあログインボーナスでエトナがもらえるんですかね。で今回は、10連、こちらですねリリース記念ガチャ、限定1回10連で最高レアリティの星さんが1体確定というわけで、ここでねどうにかフロンを当てていきたいと思います。フロンはですね初代で出てきたんですけども、まあ、分かんない方のために右にねちょっとフロンは出しておこうと思います。はい、というわけで、まあ20連引けるんで、10連で引けなかったらもう10連ということで、まあ、引けるかどうか分かんないんですけどもやっていきたいと思います。じゃあ行きましょう。まずこれあれなんだね、ダイヤから消費されていくんだね。怖いよ。これ金の演出ってさ、このブレッドのレアゲット、金じゃね、あの金と関係ないのかな、あ 全部黄色だったわ。星に覚醒、あそうこれはね、あの覚醒できるんですね、同じキャラが当たると。ラハールを覚醒させてって気持ちあるんですけど、覚醒やばいよこれ、一体だけとか嫌なんだけど覚醒回復キャラがねやっぱね重要なんですよね、ディスガイアは。あのこの魔界王座リスガイアとユルドラかな、ちょっとねやったことはあるんですけど、おアルティナ、これ最後じゃんなのかな、それともこの10連の途中でも入ってくるやつ、ああ途中か、なるほどなるほどなるほど、なかなかね、あ星さんいっぱいいるからね、フロンだけをこうバーって当てるのは難しいかもしれないが、確定の10連終わってしまったんで、プレミアムガチャに移行していくんですけども、まあ、行きますか。あもう10連引けるのか、案外あれだな。お後ろの方に金あったの、レアゲットテリー、いやなかなか趣味ね、確率的にはですね 8% あるんですよ、さっきの、確定のやつかな、8% ぐらいあったと思うんですけど、僕はどうなんだろう。おーロザリンド、なるほどこれは2ですね。ちょっとね3が、名前忘れちゃったんだけど学校のやつでしょ、で4がねいまいちね記憶ないんだよ、あれそれ4だったかな、ワン、ツーはなんか何周もした記憶があるんですけど、学生おーアルマス、星3ですね。いやーなかなか出ないなフロン、まあラスト10年いきますか。じゃあいやーなんとかなんとか来てくれ、頼む初代3人を揃えたいんだ、金のブレッド1個だけ、おーアサギか、あー、魔界ウォーズのあれですねメインですね、アサギ、これ覚醒をさせましたね、最初はアサギ勝手に入ってると思うんで、いやまあアサギだけかな、やっぱあの最初のブレッドが飛んでいくとこで金の演出が入ってたらもうそれはそこであれなの確定になってしまうんだろうか、レア的にはレアの数的には。はい、ということで今回30連引いたんですけども内容的にはどうなんだろうか、ちょっと少ない方なのか多いのか分かんないんですが、目当てのフロンは引くことができなかったちょっと残念ですね、まあ、また引いてね、10連貯めて引こうかと思います。はい、というわけで、今回魔界ウォーズの、10連ガシャ ×3 でした、というわけでお疲
疲れ様でした。また次回の授業までお会いしましょう。